皆さんお久しぶりです。ボーノの夏焼きみやびです。さあこの度はですね、5月22日に YouTube のボーノチャンネルにてボーノラストライブのプレミアム配信をすることになりました。イエイ。当日はですね、3年前のライブ開演時間と同じ18時から配信スタート予定ということで、リアルタイムでツイッターで見てる時につぶやいていこうと思っているんですけども、ハッシュタグおうちでボーノというのをつけて、ぜひみんなにもつぶやいてもらえたら嬉しいなと思っていてね。なんか私たちも見ながら、自分たちを見ながらですけど、なんかこんなことあったなみたいなことかけたりとかもするし、見ての感想とかこうリアルなこととかもかけると思うので、なんかね、そういうので皆さんと一緒に SNS で楽しめていけたらいいなと思うので、ぜひ皆さんもハッシュタグおうちでボーノ、はい、ぜひつぶやいてください。お願いします。なぜこの動画を撮っているかと言いますと、ボーノバンドのドルチェのですね、バンマスエジさんとなんと今回はリモートセッションすることになりました。イエーイ。なんかこう配信前にね、少しでも皆さんにこうボーノの曲で気持ちを高めてもらって、で配信5月22日みんなにより楽しんでもらえたらいいなと思ってますので、ぜひこの動画も楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。では今回は消失点を歌いたいと思います。緊張。では皆さん聞いてください。どうぞ。言葉にしたら壊れそうで怖くて、いつもふざけ合うことしかできなかった。あの時僕に少しだけ勇気があれ、僕らは変わらない、無邪気に思っていたよ。多分二人の距離は近くて、だけどどこまで行ってもずっと平行線で、遥かに遠く
っちゃった。